屋と呼ばれるようになる。図書室で君を見つけたよ。スローモーションで動いてる。古い映画のように絶賛上映中。巨大な思いを映してる。そうだ、僕は君を見たいのです。ああ、後で君を忘れたいいのに。321でアルバム開いて記憶をつないで、世界の中へ。後ろ振り向くと君の席シェイク。スピアもロミオとジェラシーだ。容姿を後ろに回す時、話しかけようか迷います。オードヘブバーまで行かないけれど、君こそ素敵なヒロインだ。そう歌、僕は君を見たいのです。ああ、後で忘れたいいのに。照明機材は照らし出す。放送室からも流れ出す。やばいを始める。背景や青い空が現れてきたなら、景色を一つ君にあげよう。そして季節を一つそこにつけよう。そして奇跡を一つ君に見せよう。